この力の素晴らしさもね。ターンエンド。スタンド&ドロー。君で行こう。影の宮殿の奥に潜む法に縛られぬ者どもの支配者、ライト・ザ・ヴァンガード。ザ・ダーク・ディクテイクロエ・アルフレッド。イマジナリー・ギフト・フォース。闇の深淵まであと一息だ。ヴァンガード、それは君自身が先導者となってファイトするカードゲーム。イメージしろ。イメージがお前の力となる。出たわね、ダークディクテイター。ああ。始まるわ。レン様が支配する絶望の時間。カウンターブラスト。ダークディクテイターのスキル発動。黒の賢者カロン、手札からスペリオルコール。これでカロンのパワーをプラス5000。我が剣により闇の深淵へと導こう。ブレイクダークネスディストラクション。黒の賢者カロンのソウルブラスト。影の戦士ともよ、行け。ブラスターアックスでネハーレンにアタック。ノーガード。ブラスターレイピアでヴァンガードにアタック。落車でガード。それでしのいだつもりか。なんだと。影の戦士どもの力を得て切れ味を増したこの剣の力、
その身をもって味わうがいい。ツインドライファーストチェック、セカンドチェック。またクリティカルトリガー。鉄はトリガーを引き当てることがサイクオリアの本質じゃないって言ってたけど、この流れは完全にレンのものだ。カイ君。これでダメージ5。もう後がないぞ。さすがレン様、圧倒的ね。ああ、これこそがサイクオリアの導きだ。サイクオリアの導き？惑星クレイの先導者そのものとなったレンはカードたちと対話し、ファイトを内側から見ているのだ。つまりどういうことだよ。さっぱり意味わかんねえよ。同じく威張るな。サイクオリア、レンさんもあんな感覚の中で戦っているの？何がサイクオリアだ。カードから聞こえる声、カードを繰り出すお前、それではどちらが先導者なのかわからないじゃないか。何？そんなものが本当に戦っていると言えるのか。悟れよレン。俺のターン、スタンド&ドロー。水霊の竜よ、青き泉より姿を現せ。ライト・ザ・ヴァンガード。ドラゴニック・ウォーターフォール。なんだあのドラゴン。あいつあんなユニット持ってたのか。イマジナリーギフト、フォース。さらにウォーターフォールのスキル発動、そしてイデオ、ドラゴニックオーバーロード、ドラゴニックガイアース、ソウルブラスト。ドラゴニックオーバーロードはパワープラス1万。ウォーターフォールでヴァンガードにアタック。ガイアースのスキル発動、ウォーターフォールはクリティカルプラス1。さらにウォーターフォールのソウルブラスト、パワープラス1万、クリティカルプラス1。レインよ、これで貴様は完全ガードできない。すげえ、完全ガード封じかよ。ウォーターフォールのパワーは3万5000だ。どうするレン。ノーガード。ツインドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック。あっ、ヒールトリガーゲット。クリティカルトリガーだったらよかったのに。でもこの局面でダメージが回復できるのは大きいよ。パワーはドラゴニックオーバーロードに。ダメージチェック。気候の祝宴、情念、全て洗い清めよう。レン様。おい、よせよ、ファイトの最中だぞ。バカな。サイクオリアが発言している間、レンは現実の痛みなど感じないはずなのだ。つまりよくわかんねえけど、あのレンが押されてるってことかよ。どうだ、これが俺の本気のファイトだ。やってくれるじゃないか、カイトシキ。レン様、奴のペースに飲まれてはいけません。サイクオリアをもってしてもレンはカイを超えることができないというのか。俺のターンはまだ終わってないぞ。ドラゴニックガイアースでブーストし、ドラゴニックオーバーロードでヴァンガードにアタック。パワー51000、いけーカイ。ガーディアンドボイ、我を守れ。助け立ちするぞ。助かる。何？
やはり最強の力を持っている君でも、カードが導き出したこのファイトの結末を変えることはできなかったね。いけない。カイ君が負ける。僕のターン。スタンド&ドロー。いい加減僕の力を認めろ。カイ組織。ライトザ・バンガード。闇の深淵より生まれし、荒れ狂う力の渦、その姿、ファントムブラスタードラゴン、イマジナリーギフト、フォース。ドクロの魔女ネバンをリアガードに攻撃、スキル発動、同じくネバンを山札から専用に攻撃。こいつ、一体何をするつもりなんだ。我が影の闇に沈む。これでファントムブラスタードラゴンのパワーはプラス1万です。クリスタルプラス1。さあ我が闇に沈め、カイトシキュ。我が息子レイニョ、お前も鈴ヶ森家の人間ならば全てを完璧にこなせ。この世には2種類の人間しかいない。敗者となって笑われる者と、それを見て笑う者だ。お前は完璧な勝者となれ。父が言う完璧には程遠い自分。そんな私がのめり込むことができたのがヴァンガードだった。また親父さんに殴られたのか。そこにいるのは勝者と敗者であり、次は誰だ。その中でもカイトシキは完璧な勝者だった。そのカイトシキに私は勝つ。君を倒すことで私は完璧なものとなる。そう、今こそこの私がファントムブラスタードラゴンのソウルブラスト。ヴァンガードに1ダメージ。ダメージチェック。ダメージ5だ。カイ、カイ君。ファントムブラスタードラゴン、ヴァンガードにアタック。頼むぞ我がガーディアンたちよ。パワーは4万8000対5万8000。トリガーが1枚でも出たら撃ち抜かれる。レンには見えているのか、このファイトの結末が。ツインドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック。え、引き上がった。効果は全てファントムブラスタードラゴン。私の力の前に沈め、カイトシキ。シャドウイロージョン。うわあ。カイ君。カイ、しっかりしろ。レン様、勝てた。あの完璧な勝者だったカイトシキを倒したんだ。私はついに完璧な自分を手に入れた。いや、違う。この愛鳥兄さんはカイに勝ったことがあるんだからな。私が見つけた完璧な勝者はすでに怪我されていたんだ。目障りだな、仙道愛鳥。え、私が彼を救うはずだった。完璧な自分を手に入れて、ファイターの頂点に立つ者だけが味わう孤独を分かち合うはずだったんだ。なのに君は。おい、何言ってるんだよ。
私が目標としていたカイとシキはもういない。君がカイを変えてしまった。僕がカイ君を？君に負ける前のカイに僕が勝てたのかどうか知る術はもはやない。残された道はただ一つ、君とファイトして完全な勝利を得ることだ。さあ私と戦え、千堂愛知。そんな疲弊した状態では無理です。それに私は一度千堂とファイトしています。私の見立てでは彼の実力はあなたには遠く及ばない。うるさいよ鉄、慰めは今の私には響かない。レン、カイは完璧な男だった。ただの一度も負けたことはなかったんだ。そのカイから勝利を奪ったものをこのまま放ってはおけない。今ここで決着をつけなければ私の気が収まらない。カイに勝った私はより完璧を手に入れたいのだ。この猛襲こそがサイクオリアの力の源なのか。さあテーブルにつけ、千堂愛知。僕が僕がカイ君を変えたことなんてない。変えてもらったのは僕の方なんです。カイ君に誘われるままファイトして、そこからどんどん世界が広がって、だから僕は本当にカイ君に感謝しているんです。それにカイ君が言ってたでしょ、真剣に戦ったわけじゃないって。僕にヴァンガードを教えようとして手加減しただけ。ふざけるな。君はカイのことが何も分かっていない。カイはそんなつまらない理由で勝ちを譲ったりしない。その時君にはカイを超える何かがあったのだ。でもこれ以上カイを汚すな。僕はやめろ、あっち。カイ君、気がついたか、カイ。やめるんだ。俺たちと同じ世界に踏み込むな。同じ世界？常に敵対し戦い続けること以外何もない世界だ。お前は俺とは違う世界にいてくれ、頼む。カイ君、戦ってくれ、アイチ。何を言ってるんだ、ミワ。お前ならきっとカイたちの戦いの連鎖を終わらせることができると思うんだ。僕がそんなことを？いや、できる。なんたってお前はカイに一度勝ってるんだからな。アイチ、よせ。おっと、お前はこっちで休んでいろよ。ミワ、てめえ。心配すんな、アイチはきっと大丈夫だよ。あいつがお前を変えたように、もしかしたらレンのことも。あいつ、お兄さん、本当にあいつと戦うの？はい、僕がファイトすることでこの争いが終わるなら。あんたならきっと大丈夫だよ。頑張りな。はい。みさきちゃん、まさか愛知のことを？はあ、何言ってんだよ。今のは応援だろ。やーい、勘違い。お前だって。体が軽くなった。僕に何ができるかわからないけれど、これまでのカイ君とのファイトを裏切らないように、そしてこれまで出会ったたくさんの人たちとのファイトを裏切らないように、全ての力を出し尽くそう。そしてそれをレンさんに見てもらうんだ。ほう、やる気になったか、千堂。ようやく見られるな、サイクオリア同士のファイトが。本当なら万全な状態でファイトしてもらいたかったのだが。この VF グローブは
ヴァンガードのユニットが感じる痛みを擬似的に再現し、一体感を得るための道具。サイクオリアを持つ私たちには不要だ。準備はいいか？はい。イメージしよう。今の私たちは惑星クレイに現れた霊体だ。ここは？君も感じているようだ。惑星クレイに吹き渡る風。今までこの領域に降り立つのは私一人だけだったが、相手がいるというのは嬉しいものだな。さあ行きます。スタンドアップ、ザ・ヴァンガード。サイクオリア同士の戦いが始まる。強さをこの手宿すために、終わりのない夢にうなされていた僕にもっと力があったとしたら、覚めるだろうか。あの日に選んだこの道が間違いじゃないと、勝つことでしか見出せない、何度でも何度でも証明しよう。今ここで強くなるため定め、再び巡り合ったんだ。ならば全力でぶつかるだけさ、決戦のトライアンド。乾いたままの心、潤すだけの勇気が今の僕らにあるのか。迷いさまよながら信じたい、この手にライフ。ヴァンガ3分間クッキング、司会の鳴海麻子です。本日はサイクレオリアのシェフ鈴ヶ森蓮先生にお越しいただいています。今日紹介するのはフレイムドラゴンのシュラスコ風串焼きです。それでは早速調理していただきましょう。まずフレイムドラゴンの肉をバーブネスガイザーで洗い清めた後、ブレイクダウンデスプレスで炒めつけたら、エターナルフレイムでよく炙ります。いい匂いがしてきました。仕上げにダムとチャージングランスして完成です。皆さんもご家庭で挑戦してくださいね。できるか、そんな料理。